時時時刻は3時を回りました。3時といえばマン,チタイムマンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味がありますなのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイムちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな今日のおやつはこれルック2つのチョコミントアイス さあ今日の番組のテーマ、あなたは何か梅雨対策をしていますかでお届けしていますが、じめじめムシムシするシーズン、すっきりさせてくれるといえば、チョコミント チョコミントの皆さん、今年もチョコミントのの季節がやってきました。イエーイ富士屋のロングセラー商品ルックチョコレートから毎年恒例期間限定のミントフレーバーとしてルック2つのチョコミントアイスが発売されました今年はアクセントにとろりとしたチョコソースを加えた清涼感広がるミントグリーンと パリパリ食感のココアフィアンティーヌを混ぜ込んだコクのあるクリーミーホワイトという2つのチョコミントアイスをイメージしたフレーバーが1箱に入っておりミント感と食感の違うチョコミントの食べ比べができますどちらもミルクチョコレートでコーティングされているので見た目にはどちらがどちらかわかりませんがでは今日のやつ富士屋のルック2つのチョコミントアイスいただきますこれよく見たらちょっと柄が違いまして どうなのかな前あのグッティーっていう番組やった時にアンケート取ったら半々だったんですよねチョコミントウがねどうなのかなでもこれさもうさだいぶみんな慣れたからさチョコミントウの人増えたんじゃないやっぱ慣れですよ、慣れ。何でも慣れ。<laughs> では開けていきましょう,そうさっきねスタッフのみんながこの話してたんですけどあの 歯磨き粉のね味がするってでもこんな美味しい歯磨き粉があったらもう世の中の虫歯人口減りますからねこれもう <laughs> これ歯磨き粉だったら私毎日もうもう5分ごとに歯磨きしますからね <laughs> ではいただきますあちょっと待ってあ、え違うよ柄え、4種類柄あるんだけど騙されたほら ガラないのとかもあるんだけど。あえてガラないのいってみるどっちなんだろう、これ。うわー。藤屋さん、やりますね。<laughs> では、いただきます。あうんこれね、ザクザクしてる。パリパリだから、私がよくわかってないココアフィアンティーヌだ。<laughs> 何なんですかココアピアンティーヌって。すごいオシャレ。でも、やっぱね、チョコミントからするとね、もっと攻めてほしいな。全然、全然スースーしない。これ、あ、え、まさかのクリーミーホワイトの方そうなのあ、ほんとだ、パッケージに書いてあった。ははついに書いてありました。これ、 ミントグリーンも食べると尺があれですかあじゃあもうやめときますね。<laughs> 美味しかったです。あ確かに続きは YouTube をご覧ください。チャンネル登録お待ちしております。ここクリック。マッチタイム、今日はフジ屋のルック2つのチョコミントアイスいただきました。またこの動画はジップエフェムの YouTube チャンネルにアップしますの、ね、でぜひご覧ください。<お>ではいただきます。ミントグリーンあおじい でもね、ちょっと歯磨き粉の味してきたかも <laughs> <laughs>